で今日はね、こちらのママを使ってハマグリパスタを作ろうと思います。まずパスタを作る前にやることがあって、はい、稲荷さん、あなたですよ。ほら、ほら、ほら、はよ、はよ、はよ、稲荷さん、あっちだって、あっち行って、稲荷、あっち、あっち、稲荷、あっち、あっち、稲荷、こっちおいで、こっちおいで、ほら、こっちおいで、はいはいはい、おらいおらいおらい、オッケー。はい、ということで、まず犬を封印しないとね、ちょっといろいろできないもんで、はい。そしたらまずはパスタじゃない、ハマグリ。結構前にねもらったハマグリがねまだあるんですよ。これを使ってねやっていこうと思います。まあ火をつけるという名のちょっとゴミを燃やすっていう行為もあるけど、そしたらね、まあスパゲティを茹でるお湯を沸かすんですけど、うちではねこちらの天然水が出る蛇口があるんで、こちらからお湯じゃない水を注いでいこうと思います。あ、来たなんか天然水出るまで時間かかるからな。地下4メートルから汲み上げているね美味しい水ですよ。まあこんなもんすかね。で、一応この火傷しないようにね、こういう火のガードをつけてますね。でね、俺最近気づいたんだけど、スパゲッティって塩入れるとめっちゃうまくなるんですよね。茹でる時にこう塩をビャーっとやると麺がもちもちして美味しくなるんですよ。これをね知らなくて、俺今まで塩入れずに茹でてましたね。次はあれですね、ハマグリですね。とね、あ、もう残りこれしかないから全部使っちゃおっか。これちょっとね、あの霜ついてるから、ね、落としてあげる。こうやって。唐辛子とニンニク。で、唐辛子はね。とりあえず全部あれを取る、種を取ると、こんな感じで。このね、あの水流しっぱなしにするって結構便利でいいよね。よくなんか板前の人とかさ、水ちょろちょろ出しながら作業するじゃん。なんか普通の水道水でそれやるとなんか水道代もったいない気がするけど、井戸水だからね、対してわずかな電気代しかかからんから、まあいつも調理するときはちょっとちょろちょろ流しでやってるんですけど、みじん切りします。指切んないようにしないとな。はーいと、したら次は唐辛子なんですけど、ニンニクじゃなくて、唐辛子じゃなかった次はニンニクなんですけど、まあこの硬いところを取って、でこうやれば皮剥くのが楽と。潰してから剥くというね、時短テクニック。よいしょ。そうすればこうペローンと
剥けるわけですよ。なんかよく剥きニンニクって言ってるけど、あれはどうやって剥いてるんですかね。結構なんか、まあこっちの方でちょっとハマグリを茹でますか。文明の利器でちょっとハマグリの方も茹でていきますね。沸いてる？まあもう入れちゃうか、ハマグリ。ハマグリを投入します。すげえな一塊になってる。お湯沸きましたね。まあ、そうしたら麺を茹でるんじゃなくて、まあ、まずはあれですよね。熱いな、これ。これ熱いっぺや。あ、ここにタオルある。タオルあった。まあ、麺を茹でる前にちょっと これだよね。これこれ。オリーブオイルです。オリーブオイルってさ、なんか別にいくら摂取してもいいでしょ。もう豪快に使えるからいいよな。で、これを入れると、玉ねぎじゃなくなんだけど、俺ニンニクとニンニクと鷹の爪、あ、唐辛子。うん、入れますと。この油に香りをつけるってことですよ。もういい、もうこれでいいんだよ。で、麺を茹でるんだけど、あ、吹きこぼれそうだ。お、ありがとう、ありがとう。ナイス。ちょっとやっぱりマルチタスクで2個も3個も見るのは大変よ。あ、ハマグリ開いた。開いた開いた。まずハマグリから最初に回収しようかね。よし、これ口開いたらもうね、 OK の証拠よ。なんかなんかさ、この泡何？アク？なんだろう。なかなかさ、最後の1個は開かないっていうね。これ何なんだろうね。まあええよ、ちょっとで麺をとりあえず投入しようか。では2束入れます。プロっぽい入れ方で、今57分だから4時4分だな。4時4分になったら引き上げると。あ、開いた。そうこうしてるうちにハマグリも最後のあれが観念したようですね。よし、これね、あのママの麺を使ってるんだけど、ママの麺って結構うまいですよね。今までさ、もうちょっと安いあのポポロスパ使ってたんだけども、最近ママの麺を食べたらあれ全然味違うじゃんと思って、まあ、ちょっと高くても、ね、いい麺はいいんだなと思って。茹で上がりまで残りあと1分になってきたんで、ちょっと引き上げたいんだけど、よいしょ。
このハマグリエキスを入れて味を整えるってことですね。ちょっと一回飲んでみる。あ、そんなにしょっぱくない。ハマグリエキスで塩気なかったから、うん、ちょっと追加で塩振ったのがいいんじゃねっていうね。鍋の側面がね、焦げてるから、なるべく側面に面をつけないように盛り付けるというね、結構直火で調理してる人あるある問題。ガス火だと別にどうでもいいんだけどね。よし、トッピングですね、ハマグリちゃん。できましたね、完成。ハマグリパスタ、はい、いただきます。うん、いいね。うん、美味しい。うん、お上品。味がなんだっけ、ボンゴレって言うんだっけ、本来は。貝を使ったのがボンゴレってことかな、多分。よくアサリのボンゴレとかあるよね。あ、アサリ効くね。うん、あれ俺さ、貝4つ入れなかったっけ。え、3つだよ。3つだったっけ、うん、気のせいか。でもあれだな、ほんと上品な味だね。うん、よし、これで食えるぞ。うん、すごいでっか。うまいね、この身。うん、貝ずっと噛んでたい。だしすごいな。うん、食べた。はい、ハマグリパスタでした。ごちそうさまでした。はい。